日常演舞の食うたにようこそ。さて本日のネタはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。コカ・コーラ、あやたかカフェ、抹茶ラテを飲みたいと思います。なんかここに監修って書いてあるんですけど、この上林春松本店って確かファミリーマートと何度も抹茶コラボしてるお店ですね。でその下にサルタヒココーヒー、なんかこっちも名前だけ聞いたことある気がするんですよね。どういうお店なんだろう。まあなんだかまろやかな色合いですけど、実際どうなのかな。まあそれは飲んでみてからですよね。では飲んでみたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。いつものあやたかとも、これまで飲んできた抹茶ラテとも違う美味しさがありますね。こういうの待ってた気がします。ラテのミルクが非常にまろやかで、抹茶のほのかな甘みとうまく混ざり合っていて美味しかったです。これがペットボトルで飲めるというのはいいですね。抹茶好きの方にはぜひおすすめしたい商品だと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。それでは、春までに妻が来るのよ私にも。いや実際そうなったらいいんですけどね、うん、いやそうでもないか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。